12時40分昼食場所に選んだ海外水産に到着しました。八丈島の特産品の一つに草屋があります。草屋を食べてみようとこの店を選びました。意外と客は少なかったです。どうすればよいか戸惑っていたら、中から店の人が出てきて席に案内されました。一番人気はこの生草屋定食だそうです。干物の定食もあります。刺身定食もあります。丼物です。これも食べてみたかったです。島寿司もありますが、島寿司は明日別の店を予約しています。注文をしました。なお、オリジナル製品の販売もしていますが、この一角だけに商品が置かれていました。お茶はセルフになります。待っている間、店内を見て回りました。店内には結構古めの音楽が流れていました。約20分くらいで注文の品が届きました。草屋定食ではありません。金目鯛の煮付け定食です。メニューで見つけて即決しました。アジの南蛮漬けです。小鉢です。絶対美味しいに決まっています。いただきます。最初、これが何なのか分かりませんでしたが、カメナテですね。結局、食べ方が分からず食べませんでしたが、後で調べると割って中身を食べるようです。メニューを見るまでは、生草や定食を食べる予定でした。うまいかまずいか分からないものより、絶対に、うまいこちらを選ぶのは自然の摂理です。なお、私の後に入店した人が生草や定食を頼みましたが、店員が売り切れですと言っていました。なので、生草や定食を食べたかったのに食べれなかったということにしておきます。やっぱり金目鯛はすごくうまいです。個人的に一番はのどぐろですが、その次くらいに好きです。
払いは電子決済シェアオカでした。税込み2400円でした。ごちそうさまでした。この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。